内田元気。さあこれで内田元気は引く状態。1番の石黒健がここでわずかに先頭です。さあ内田元気はどうしますか。お互い肩を並べて2コーナーからバックへと入っていきます。1番の石黒さらに上がる状態。石黒上がって先頭です。3番の米丸。内田元気はここで引きました。ジャンが入っています。内田は引いて5番手の位置。後ろは東京勢が並んで6番の滝野がいて、ラストは8番の黒川です。第4コーナー回っていきます。1番の石黒健先行です。2番手3番の米丸、3番手4番の吉村、1番3番4番西の3社、7番の岡田圭人が加わって西の4社ですが、さあ4番手から7番の岡田まくっていきますが、後ろから内田元気のまくりがいい。内田が前段まくり切りました。あとは2番の阿部博之、そして5番の晴山まで、9番2番5番直線コースにありました。内田元気は先頭だ。後ろから追ってくる阿部ですが、9番2番5番です。東京勢6番の増田俊明です。こういった体勢、ホームストレッチ、残り2周半番です。上がってきた2番の長は、長上がってここで先頭です。あとは9番の坂口喜高、外から4番の藤本龍太です。藤本上がってきました。先頭に立って7番の南雲、2番手3番手、1番の長昌寺、今度はジャンを切って8番の船本が上がってきました。船本が上がって、ここは出入りの激しいレースとなっています。5番の竹内2番手、3番の近藤と西野3社が前段と変わりました。4番の藤本4番手、一方長井豊が後方7番手です。ラスト1周を切りました。先行8番の船本健三です。バンター5番の竹内、3番手は近藤直本です。4番手から4番の藤本龍也まくっていきます。後ろから長井も負けじとまくっていく、まくり合戦だ。ここで4番の藤本まくり切って先頭、あとは7番の南雲、横に迫ってくる2番の長は直線に入りました。まだ4番の藤本粘っている。藤本粘った真ん中7番藤本です。4番7番2番です。藤本龍也前は4番の板橋真嗣、そして1番の鈴木信之です。中部の2人、上がってくる8番の本間亮です。残り2周の赤番です。じりじりっと上がってきた8番の本間亮、振り返った4番の板橋、今度は後方から2番の田口が8番手あたりから上がってきました。さあ2番の田口が上がって、9番の隅直之です。山口の2人、8番の本間が3番手、そこを5番の笠松翔太、笠松と6番の関、関東の2人が前に上がってきました。第4コーナーを回っていきます。さあ5番の笠松先生です。バンテは6番の関系、3番手2番の田口守、あとは9番の隅直之です。山口の2人が3番手4番手、現在マッチ団に4番の板橋、後ろは1番3番7番8番の体勢。さあ5番手から4番の板橋がまくっていきます。3番手まで来ました。先頭は5番の笠松翔太、バンテは6番の関係、インから2番車、外は4番車、直線に入りました。5番の笠松先頭だ。笠松粘って大外1番ですが、どうか笠松でしょうか。大外から鈴木も突っ込んできました。回っていきます。まだ5番の吉野が前で待っています。5番の吉野、そして8番の木村勤、この辺が四国の2人です。残り2周の赤番です。さあ四国勢が前段ですが、上がってくる3番の小松、小松と4番の寺林、宮城の2人がゆっくりと上がってきました。ずっと上がった3番の小松、小松がインを切るような感じ。2番手4番の寺林、宮城の2人が前段ですが、2番の関根健太郎が今度はかぶせて上がった。関根と7番の藤田、これで3番の小松は3番手4番手に寺林です。宮城の2人が3番手4番手、あとは6番の伊藤義郎、5番の吉野匠ですが、現在6番手後ろは8番車、9番の後藤が8番手です。縦1本2コーナーからバックストレッチ、飛ばす2番の関根健太郎、番手ピタリと7番の藤田が絶好、3番手は3番の小松、さあここで詰めていくか。横まで5番の吉野が迫ったんですが、どかしながら3番の小松が来る、直線コースになりました。関根が先頭だ。関根先頭、真ん中7番外から3番どうか、わずかに3番小松か。
1番の藤井が中段から上がって6番のやらをかわしていった1番の藤井翔吾、藤井が先頭に立ちました。2番と8番の山本、近畿両者が前段です。内で6番のやらはどうしますか。2番手粘る体勢、3番手もこうなりますと3番4番並走です。あとは5番の手島、その横に9番の星野達也です。後ろも混戦で、さあ1番の藤井の先行一射か。第4から回ってきます。外から9番の星野達也が上がってきました。このまんま先行です。番手は2番の平石、栃井馬の2人、9番2番、1番の藤井にとってはこれは絶好の体勢。あと後ろは6番8番ともつれ加減ですが、やらがその後ろに入っている。3番手から1番の藤井が一気に抜き去りました。あとは6番のやらが離れながら追っていきます。そして3番の内田英介、後ろは離れて4番手以降大きく離れていきます。直線に入りました。1番の藤井が先頭だ。後ろ6番3番追ってきますが、1番の藤井、1番3番6番あたり、誘導員の後ろ、2番手9番の太刀康盛、中部両者、あとは8番の市川健太、3番手上がってきた6番の坂本周一です。坂本が上がってきました。後ろを見て上がっている6番の坂本、マーク2番の吉本哲郎です。あとは5番の神奈川道郎、そこは8番の市川健太、市川が上がってきました。ここで6番の坂本を抑え込んでいきます。市川健太が先頭に変わって、1番の岡本博士、7番の小沼亮と最強勢で来ている。6番の坂本、4番手巻き返しあるかどうか。あとは2番の吉本哲郎です。さあラスト1周切りました。6番の坂本はちょっと力なくなっている、交代中です。代わって2番の吉本、自力に転じてまくっていきますがどうか。市川が先頭だ。番手は1番の岡本、2番の吉本の動きを見て番手まくりはできない状態、2番の吉本のスピードだ。あとは5番の神奈川道郎、直線コースにありました。吉本が先頭だ。後ろから5番の神奈川ですが吉本です。あとは5番4番で接戦。出ていません。6番の矢口が上がっていきます。中段から3番の竹山亮太、竹山上がって先頭に立って、2番手8番かなり和幸です。そこを6番の矢口大輝、矢口が先頭に立って、5番の望月裕次郎、すっと2番の藤田が3番手、3番の竹山亮太がこれで4番手です。後ろは8番のかなり、遠くの2人が中段です。あとは4番の高田がいて、1番の山本慎一の巻き返しが上がってきます。第4から回っていく。6番の矢口もペース上げた。2番手は5番の望月裕一郎、難関の2人、後ろから1番の山本慎一の、さあまくりが迫ってくる。5番の望月の牽制をかいくぐった。先頭は6番の矢口大輝、外からまくった1番の山本慎一です。あとは7番の山内がピタリとマーク、1番7番、そして5番の望月が切り替えて3番手、あとは3番9番混戦で直線です。1番の山本まくって先頭だ。2番手から7番の山内拓也です。7番1番5番あたり、上がってきました。マーク6番の池田博士、この2人ですが、振り返っている2番の池田隼人、8番の川口が抑え込んで、ここで誘導の一郎、6番の池田博士が2番手です。5番の斉藤あたりどうか。斉藤が今度は後ろ見て上がっていく体勢、インから8番の川口も突っ張った。8番5番と先行争いです。ここは5番の斉藤が主導権です。2番対1番の山川雅人、横来ている4番の日向ですが、さあここで交代しています。先行5番の斉藤宗則、番手1番の山川がっちりです。3番手9番の小菅誠を難関勢、5番1番9番で飛ばしていく。巻き返し2番の池田隼人、池田の巻き返しが3番手から山川の横あたりまで来たんですが、山川牽制して番手から出ていきます。1番の山川先頭だ。あとは9番の小菅誠、横2番の池田もまだ粘っております。後ろも3番7番8番と大混戦だ。直線コースになりました。山川先頭だ。山川先頭、後ろから9番の小菅誠です。9番1番、
来る状態。まだ7番の鈴木博士、そして9番の稲村で待っている。上がった8番の渡辺幸則です。渡辺が上がって誘導員の後ろ、2番手4番の野木義則、8番4番と北の2人、5番の岡本が乗って3番手、あとは3番の山口、五冠が5番手あたり、後ろから6番の戸田光平の巻き返し、戸田と三井氏、この辺四国勢上がってきました。さあ6番の戸田光平先頭に変わった、2番手1番の三井氏、5番の岡本はこれで3番手、山口富夫4番手、五冠新一が5番手あたりですが、委員は8番の渡辺幸則です。さあ中段あたりちょっと混戦模様、ラスト1周を切りました。先行6番の戸田光平、番手1番の三井氏、四国の2人、5番の岡本が3番手、あとは3番の山口、後ろは8番の渡辺が5番手ですが、後ろから五冠がもがいてまくってきました。5番手の位置、さあ先にまくっている5番の岡本壮が先頭、あとは3番の山口、五冠行けなくなった、直線に入った、岡本先頭だ、山口ですが5番の岡本、5番3番4番から余裕で追い込んでいます。ここも細沼マークです。ラスト4番の中山です。関東勢動いてきました。前からは1番の鈴木雄一郎、鈴木雄一郎曲がっていく、さあ折り重なるように外から6番の細沼、内が1番の鈴木雄一郎です。さあお互い並んで2コーナーからバックストレッチ、6番の細沼が先頭に立って、5番の宮下隆之です。ジャンが入りました。4番中山と関東3社、6番5番4番前段の位置、そして2番の戸伏が4番手外、インコース鈴木雄一郎の状態、第4コーナー回ってきます。さあ6番の細沼後ろを確認してスパートです。5番の宮下が番手回り、3番手4番の中山、6番5番4番と関東勢飛ばしていく、後ろからは7番の佐々木翔一がまくっていきます。インから鈴木雄一郎も上がってきた、先頭6番の細沼健二、さあ1番5番7番ともがき合いですが、ここで1番の鈴木雄一郎か、横に5番の宮下隆之、インから9番の岩崎もついてくる、直線コースに入りました。鈴木雄一郎先頭に勝った、後ろから岩崎ですが鈴木雄一郎です。1番9番2番鈴木。勝ちました。2番手3番の坂本、あとは6番の稲吉、西の3社が前段だ、4番の田中が4番手、後ろは8番の山田和義です。難関勢が中段に抜け出して、9番の坂本6番手、2番の成田がいて、7番の斉藤俊信、5番の愛嬌が相変わらず最高峰です。2コーナーからバックストレッチ、1番の清水がこのまんま吹かしていくか、ジャンが入っている、吹かしてしまうと坂本龍馬の絶好の体勢、あとは6番の稲吉優太だ。さあ西の3社変わってない、第4コーナー回ってきました。1番の強い清水が逃げてしまいました。番手3番の坂本龍馬、あとは6番の稲吉優太だ。この辺が西で、5番の愛嬌が4番手、後ろ4番の田中が5番手です。後方から9番の坂本隆がまくってきました。さあ坂本いい感じ、4番手から3番手、坂本龍馬がそれを見ている、止めにかかるんですがどうか、先頭まだ1番の清水、直線に入りました。清水先頭だ、坂本ですが外は9番、真ん中2番も突っ込んだがどうか、9番2番3番あたり、この辺横一線。